イキナは日本海軍の解剖艦。普遍的には日ブ型解剖艦の5番艦とされており、本艦をウグル型解剖艦に含める文献も存在するが、海軍省が定めた艦艇類別等級ではミクラ型解剖艦の13番艦。太平洋戦争を生き延びて、戦後は総会20時市運輸省の定点観測船、ついで海上保安庁の巡視船となった。 艦名は、愛媛県の粋な島にちなむ。改めまるご計画の解剖艦、第5251号艦型の4番艦、仮称艦名第5254号艦として計画されたが、日立造船に建造が割り当てられた本艦は、洋兵側から要望のあった、総海具を装備した通称、日振り型として建造されることとなった。なお、 改め丸る計画により、日立造船で建造された、クメイカー6隻は、丸九計画艦とは異なり、全艦が、総会具を装備せずに94式爆雷投射機と3型爆雷、総天台を1機ずつ増備して巡航している。1944年6月30日、日立造船株式会社桜島造船所で寄港。9月1日、イキなと命名され、オクラ型に分類されて、 同級の13番艦に定められる。4日、浸水。10月15日、竣工し、本席をサセボチンジフ、佐世保鎮守府、駅務を、佐世保鎮守府警備解剖艦にそれぞれ定められる。同日付で、五防備船体に編入され、基礎実力連成教育にあたる。11月15日、連合艦隊第31船隊第21、解剖隊に編入され、 解剖艦艦樹から解剖隊司令部を継承し、第21解剖隊司令解剖艦となる。20日、第31戦隊は、連合艦隊北東方面艦隊第5、艦隊指揮下となる。30日0900、2アンペア型戦時標準貨物選考の裏丸、海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの、延長丸、海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの、 炎玄丸島輸送船15隻で編成された、ミ29船団を、駆逐艦朝顔、海防艦艦樹、新南、第41号海防艦、第66号海防艦、第223号奥船特務艇と共に護衛して、文字を出港。しかし、12月1日深夜、船団は、米戦 C デビルに、レーダーにより発見される。翌2日0414。 北緯三十度二十四分統計百二十八度十七分、北緯三十点四零零度統計百二十八点二八三度、三十点四零零百二十八点二八三の薬島西方約百五十キロ地点付近で、シーデビルは魚雷四本を中型貨物船に向けて発射したものの、命中しなかった。零四二四シーデビルは魚雷二本を大型貨物船に向けて発射。 40秒後、海軍級カテカンマミアの設計の元となった、陸軍輸送船ハワイマルの2番戦争に、魚雷1本が命中。魚雷命中により搭載していた弾薬と、ガソリンが誘爆して、大爆発したハワイマルは、わずか40秒で沈没した。0429、シーデビルは、距離1200メートルにある大型貨物船に対して、艦尾発射艦から4本の魚雷を発射。 04302AT 型戦時応急タンカー、秋川丸の4番戦争に第1弾が、その30秒後に3番戦争に、第2弾が命中。0520、秋川丸は4番戦争の飛来部で戦隊が、接損し、0607に沈没した。この時沈没した輸送船には、読売ジャイアンツの名当主、沢村英二が乗船しており、 この12月2日の来撃で戦死している。日本商船隊戦時遭難士によれば、この日に沈没した輸送船は秋川丸とハワイ丸だけであり、沢村はそのどちらかに乗船していたと見られている。ハワイ丸にはシンガポールへ進出する海上艇人第22船隊60名、及び信用60隻、陸軍車両50両、弾薬、 ドラム缶詰のガソリン等軍事物資、満州からマニラに進出する、第23師団の一部、シンガポールへ進出する、海上停止第22戦隊及び、同戦隊基地、第22大隊将兵、計戦8 4 3名、船砲隊及び警海隊、計83名、船長以下船員148名、合計2074名が乗船しており、全員戦死した。 秋川丸でも陸軍降車砲隊409名、便乗車16名、鉱材、開発資材七750トンを乗せており、陸軍兵士244名、警戒隊7名、便乗車1名、船員18名が戦死したほか、救命ボートで脱出して、諏訪の瀬島に漂着した生存者79名のうち2名が死亡した。また、貨物船ブラジルガンが、 自らが投下した爆雷の炸裂により損傷する。戦団はシーデビルによる秋川丸とハワイ丸の撃沈で尻滅裂となってしまう。海軍配当船デニエティ型戦時応急タンカーの新友丸は日本本土へ反転。損傷したブラジルガンはキールにへ、河の裏丸は大陸へと向かう。和裏丸と護衛の朝顔、それを持船くらい止まる、 1D 型戦時標準貨物船、第11世マルと 5A のイキナの2つの小船団は、高尾に向かったが、途中空襲を受けてイキナが損傷する。3日に、和浦丸以下の船団が、6日にくらい、土丸以下の船団が高尾に到着した。高尾到着前の5日、第5艦隊は、連合艦隊南西方面艦隊に編入される。14日0500、イキナは、肝獣。 第41号解剖艦とともに、貨物船、広市、山丸、同イ,ンルイ・陰類水丸対輸送船2隻からなる玉36、船団を護衛して、高尾を出港。22日、陰類水丸が、機関故障により合致。同船は船団を追求中の23日1130、北緯16度50分、東経120度18分。 北緯16.833度統計120.300度1 6 8 3 3二2 0 3 0 0のダリガヨスミサキロメ 4km 地点付近で米戦ブレニーの発射した魚雷4本が直撃し沈没した。同日、戦団は北サンフェルナンドに到着。25日、第21解剖隊は海上護衛総司令部第1護衛艦隊に編入される。は、 マニラに移動。日付が29日に変わった頃、解剖艦艦樹、特設区選定第11湘南丸と共に1バイト型戦時標準貨物船、秋高丸、下却船岸型丸からなるまた 38A 戦団を護衛してマニラを出港。31日1600、戦団は北サンフェルナンドに到着。護衛部隊が第66号解剖艦。 第138号解剖艦に交代することになり、三隻は、船団から分離した。キナと艦次はまた40船団の護衛に加わり、1945年1月1日0345に、北サンフェルナンドを出港し、高尾へ向かった。しかし、3日に、船団は、空襲を受け、陸軍特殊先進シューマルが被弾し、航行不能となったため放棄され、夜に、 米潜水艦、アスプロの来撃で撃沈された。また、陸軍特殊船機微丸も直撃弾を受けて、中破する。日付が4日に変わる頃、船団は、高尾に到着した。4日零31後、イキナは、解剖艦艦樹、のみと共に、高尾を出港。途中空襲で損傷したものの、同日中に、南、沖島に到着。5日1300。 三隻は南、沖島を出港し、6日1142、高尾に到着。同日から18日まで、応急修理を受ける。19日、特設運送船立和丸、貨物船らつ丸、海軍徴用船ビンゴマルタ輸送船四隻からなる、多母38船団を解剖艦、第26号解剖艦、第39号解剖艦、第112号解剖艦と共に護衛して、 高尾を出港。20日1742、南日東白地に到着。21日0730、南日東白地を出港し、1932、復讐沖に到着しか二22日0700、船団は出発し、1602、北緯27度02分統計120度27分、北緯27.033度統計120.450度。 27.03320.450の復讐北東の旋回に到着し、同地で、下脚船様ランマル、タツハル,ル海軍徴用船鉄用丸太輸送船11隻から、なるもた32船団と、護衛の駆逐艦、潮風、解剖艦万寿、第31号解剖艦、第132号解剖艦、第144号解剖艦、第19号区選艇。 第57号区船艇が来着。1月22日深夜から1月23日早朝にかけて米戦バーブが元32戦団に接近。0402、バーブは浮上状態で魚雷を4本発射し、反転して、さらに魚雷を4本発射。魚雷は陸軍輸送船ダイアスシマルに3本が命中し、動船は沈没。バーブは、 嫌いの付設された水域を浮上したまま高速で交代した。0600、両船団は出発。28日2船、多も三十38船団は、文字に到着。1月31日0630、輸送船3隻からなるモタ34船団を、第26号解剖艦、第67号解剖艦と共に護衛して、文字を出港。2月3日に1 0 0 死傷三白地に到着。4日0400、死傷三白地を出港し、1822、運襲沖に到着し過白。5日1100、運襲沖を出発し、1732、復襲沖に到着して過白。6日0300、復襲沖を出発し、1832、船団は、キールンに到着。9日0700、 陸軍特殊戦ひなた丸、同摂丸からなるたも41戦団を、第26号解剖艦、第67号解剖艦と共に護衛して、キールンを出港。1900、バソ島に到着。10日0700、バソ島を出港し、雲州湾に移動。11日、雲州湾を出港し、1932、首相山白地に到着。12日0230、 死傷産白地を出港し、14日1815に六連島に到着。16日0630、生き名は六連島を出港し、1402、佐世保に到着。同日から27日まで、佐世保海軍交渉で修理を受ける。28日0730、生き名は佐世保を出港し、1732、文字に到着する。3月1日0800、 貨物船イコマヤママル、2D 型戦時標準船アイザンマル、同同士マルタ輸送船4隻からなるモタ40、船団を、第26号海防艦、第41号海防艦、第17号総海底、第19号奥船艇と共に護衛して6連島を出港。途中同士マルが長山に向かうため分離。9日2010、船団は、キールンに到着。 16日0102、伊コマヤママル、アイザンマル、2D 型戦時標準戦北方マルタ輸送船一隻から、ナルタも49戦団を第41号海防艦、第17号総海艇と共に護衛して、キールンを出港。同日、北緯29度09分統計122度07分、北緯29.150度統計122.117度。 29.150122.117の地点で、船団は空襲を受け、北方丸が損傷。17日、生駒山丸が機関故障を起こして後落ち。降天により、船団は白犬島に向かうこととなったが、その途中、北緯25度58分統計119度58分、北緯25.967度統計119.967度、 25.967119.967の地点で米戦スポットに発見される。0100頃、スポットはイコマヤママルへ向け魚雷を発射。魚雷はイコマヤママルの一番戦争に命中。積み荷の豚ノールに引火し炎上するイコマヤママルはバソ島に座礁して修理を行ったが3月26日に アメリカ陸軍航空隊の爆撃を受けて放棄された。0335、スポットは、北緯25度33分統計120度10分、北緯25.550度統計120.167度、25.550120.167 25. の、牛山東東方 24km 地点付近で、貨物船南京丸に対して、魚雷を発射。魚雷が命中した南近丸は、 瞬時に大爆発を起こして降沈し、乗船者503名全員が戦死した。スポットは一連の攻撃で、巨雷前段を消費。攻撃は悪天候の中旋回で行われ、スポットは旋回で先行する不利を嫌って浮上し、離脱を図ったものの、反撃してきた第17号総海底を回避することができず、第17号総海底は3800メートルまで接近して、 砲撃を始めた。荒れる海の中、スポットは関西砲による反撃を始めた。雨で甲板が濡れて難重したものの、幸運にも5インチ砲弾が第17号総海底の前方関西砲真下に命中。スポットは一時は90メートルまで接近した第17号総海底の攻撃を過労じて回避した。スポットは砲手を回収し、先行を始めた。 護衛艦は少数の爆雷を投下したが、スポットは損傷を負うことはなかった。同日戦3 0 8戦団はバソ島に到着。19日、戦団はバソ島を出港し、20日1810にニラ山列島に到着。21日、ニラ山列島を出港し、22日に首相山白地に到着。十三日戦に首相山白地を出港し、 29日0920に湯谷湾に到着。その後出港し、31日に文字に到着した。4月5日0700、イキナは文字を出港し、7日0700に向かい飛湾に到着。同地で解剖艦艦樹、第21号解剖艦と合流。第21解剖隊司令部を艦樹に移した。1630。 迎え日和を出港し対戦紹介を行う。9日0700、安土大島に到着。1800、解剖艦艦樹、新南とともに出港し対戦紹介を行う。10日2200、北緯33度38分、統計129度13分、北緯33.633 33度統計129.217度。 33.63329.217の行き着き島、北端316度、16海に地点付近で、米戦クレバルの来撃を受ける。魚雷一本が、艦首に命中し、秒差湖前方が大破、秒差が、使用不能となり、第一区に浸水、一番砲が、旋回不能となる損害を受ける。11日1630、佐世保に到着し、 12日から28日にかけて、佐世保海軍交渉で修理を受ける。29日0900、行き名は佐世保を出港し、1332、長崎に到着。30日から6月15日まで、三菱重工業長崎造船所で修理を受ける。16日、長崎を出港し対戦紹介を行う。7月10日、第21解剖隊は、 連合艦隊第七艦隊に編入される。8月1日、津島西方沖で空襲を受け、機銃装車により、乗員1名が戦死した。8月15日の終戦時は、対戦紹介中で、同日中に賃海に到着。17日に賃海を出港し、18日に佐世保に到着した後武装解除された。11月30日、 海軍省の廃止に伴い除籍された。1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、佐世保地方福音局所管の総会館に定められる。1946年7月10日、総会館席のまま総会母館と呼称され、定員を除かれる。1947年6月26日、佐世保地方福音局所管の特別輸送館に、 改められる。同日付で特別保管艦に指定される。12月26日、特別輸送艦の定めを説かれた。1947年12月26日、行き名は運輸省へ移管され、中央気象台の定点観測船となり行き名丸と命名。1954年1月1日、海上保安庁に編入され巡視船おじかとなり、 第2艦区海上保安部へにを海上保安部に配属となった。1956年8月、火災事故により損傷したため、船橋構造物を一新する改装を受けた。1963年5月25日、おじかは海上保安庁を解約され、解体された。井上順造少佐、1944年9月30日から1944年10月15日。 井上順三少佐、中佐、1944年9月25日から1945年6月1日、辻新一郎少佐、1945年6月1日から1945年9月30日、市木敏夫隊、第二福音官、第二福音事務官、福音事務官、1945年9月30日、 館長1945年12月1日から1946年7月10日、1947年3月5日まで、館長の発令なし。浦山千代三郎副院事務官、1947年3月5日から1947年6月26日、島村 Y 副院事務官。 1947年6月26日から1947年12月26日。これは第315艦型の価格であり、基本計画番号 E20 ビットとしての価格ではない。この数字は特殊兵を含まない。改めばルゴ計画上の番数。ただし、アメリカ海軍第二次世界大戦公式年表では、 アスプロの新州丸攻撃日付が1月2日で、1月3日の空襲でとどめを刺したと逆の経過を述べている。この経緯から、イコマ山丸撃沈は、スポットとアメリカ陸軍航空隊の共同戦果となっている。昭和21年7月10日付また2台85号の定めによる自動会食。ありがとうございます。